はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。太郎に勝代様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。8月15日終戦の日、靖国神社正殿参拝懇親会開催、詳細は党員メールをご覧ください。メール党員様限定のイベントであります。山形市で記録的な豪雨、最上川が氾濫、25日23時45分ごろ、昨夜の夜中ですね、市民の救援に出動したパトカーが流され、20代の警察官2名が行方不明、2人のご無事を祈っております。流されたと自ら連絡した後、行方不明になりました。現場には逆さまになり半分水没したパトカーが残っていたが、ひっくり返っちゃったのね、あのパトカー。すごい水の勢いですね。2人の姿はなく、新庄市の24時間雨量が211ミリを記録したそうで、これどのぐらいかって言いますと、東京の年間降水量が1528ミリなんですよ。つまり、あの東京で降る雨の1年分の7分の1ぐらいが一晩で降っちゃったっていう、すごい。最上川の氾濫は鬼怒川の決壊同様にですね、太陽光パネルの開発のせいですかね。そんな気がしてなりませんけれども、辺野古に移転後の普天間基地跡地の利用促進を政府に要請するため、赤坂のビジネスホテルに宿泊していた松川正則、宜野湾市市長70歳、遺体で発見されました。謹んでお悔やみ申し上げます。打ち合わせに現れなかったんで、関係者があの部屋を見に行ったら亡くなっていた。ああ、そうであります。松川市長は移転賛成派でした。病死と見られるってありますが、前日にですね、あの林官房長官と面談を済ませていて、元気だった。そうであります。だから、あの突然死っていうか急死っていうかね、世論です。こわ、消されたか、これは R シール1に、持病でもあったのか、沖縄より暑いから熱中症かもしれない。でもホテルですかね、ホテルのエアコンって自分で切れないんじゃなかったっけ。税金の無駄遣いするやついっぱいいるのに、ビジホとは意外だった。割とあの節約、してますね。普天間がなくなったら反対運動できなくなる人たちに消されたかな。沖縄の闇は深いなぁ。前日までに体調が悪いであるとか持病があるなどの情報はなかった。そうなんですよ。心筋梗塞などで突然死するにしても、70歳って早くないか、そうでもないのかなっていう感じなんですけれども、ホテルも同行していた関係者さんも大変ですね、これね。このままなんとなく埋葬せずに、警察はちゃんと調べてほしいですね。部屋に鍵が中からかかっていたから、これは自然死とか判断しちゃって、なんとなく埋葬せずに、警察はちゃんと調べてほしいですね。前日に林官房長官と会ってるそうで、ウミガメになんか、ショックなこと、ひどいこと、腹立つこと言われたんでしょうか。で、心臓がおかしくなっちゃったとか、そんな感じなんでしょうか。ウミガメ、なんか言ったんですかね。公文社の女性自身がタイトル詐欺、大久保丸の中国人韓国人お断りは人種差別に当たると新宿区が回答した。記事よく読むとですね、新宿区総務部総務課の回答は、ヘイトスピーチかどうかの判断は難しい、人種差別撤廃条約が規定する人種差別に当たる気はするだった。区は店の方針をどうこうできない、表記をやめるかどうかは店次第とも言ってたそうであります。でもこれね、人種差別撤廃条約調べたら人種差別に当たりませんでした。だから嘘ついてんのね。新宿区の回答も、気はするっていうぼかしてっけど、当たってないんですね。世論です。差別じゃなくて区別、ヘイトでも何でもない、これは店の正当な権利だろう。中国人韓国人だって歓迎されない店に行くのは嫌だろう。だから歓迎されないってすぐ分かる表記はむしろ親切だって話ですよ。嫌なら行かなきゃいいだけ。不買運動が許されるんだから不買運動も許されて当然。これも不買運動って、読むんでしょうか。
人種差別撤廃条約、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約、あらゆる形態ときたもんだったら何でも差別となりますね。でもあの第1条2でこの条約は締結国が市民と市民でない者の間に設ける区別排除制限または優先については適用しない、じゃあ人種差別じゃないじゃん、人種差別撤廃条約の掲げるところの人種差別に当たらないんじゃないの。個別の、区別や制限は禁じてないんだったら、まあ、つまり合法と人種差別ではないと、これあの新宿区のあの回答も間違ってるし、女性自身のタイトルも間違ってますよね。まあ、あの合法でなければ、条約で禁止されてるものだったら区は強制できないってはなりませんけどね、区は強制できますから、女性自身の日本人でない記者が大久保バルさんを悪者にしたくて書いた悪意満載の記事でしょうねこれ、タイトル詐欺だしね。中国人韓国人たちもですね、自分たちを嫌ってる店で食事したくないだろうから、すぐ、それが分かる表記はむしろ親切というもんですよね。知らずに入って金使っていくの嫌でしょう。役所の規定するヘイトスピーチがですね、本邦外出身者の生命身体自由名誉もしくは財産に危害を加える旨を告知することであると、これの記事で、分かりました。日本人以外への、日本人には悪口言ってもヘイトじゃないっていうのは納得できないんだよな。生命、身体、自由、名誉、もしくは財産に危害を加える旨を告知すること。これって単なる脅迫罪じゃないの。つまり脅迫しないと役所が規定するヘイトスピーチはならないんですね。結構緩かったですね、これ。まあ、あの、脅迫したら、相手が誰であろうと、日本人だろうが日本人でないだろうが、普通に罪に問われますけどね。役所のあのヘイトスピーチの規定ってこんな緩かったんだ。ヘイトスピーチを許さないってあのポスター法務省が作ってましたけれども、脅迫罪を許さないって変えてもいいかもしれないなこれな。日本郵便、2022年度は211億円の赤字でした。昨年の赤字896億円に膨らんでしまいました。郵便物が減ってとありますけれども、まあ、輸送費の値上がりなんかも原因としてあるかもしれないですね。ガソリン代値上げとかね、日本郵便いまだに半官半民の後者だし、まあ、いくらあの赤字続けても平気平気って感じですね。世論です。やる気ないし当然もう民間の宅配業者に任せたら、やる気のなさだけは公務員時代のまま。今時封書やハガキなんて企業しか使わねえからな。アメリカですら民営化できてないものをなんで民営化しちゃったんだ。年賀状や暑中見舞いは廃れないと伝統にあぐらをかいてた結果がこれ。もともと金融のゆうちょと保険の担保はやっていけるけど、楽々やっていけるけど、配達業務は赤字っては言われてました。この値段じゃ続けられないだろうなとは言われてました。黒猫メール便は210円でした。はがきも封書もこのぐらい取らないと採算取れないってことでしょうね。個人的にはあの郵便労組が自治労日教組とともに立憲を支持応援してるので弱ってほしいと思っております。郵便労組は弱ってほしい。まあ、郵便が弱れっていうことじゃないですけど、どうしても郵便が必要なのはですね、あの企業の案内であるとか、まあ、訴状や起訴状、法的措置を匂わすための内容証明や配達証明ぐらいですかね。法務関係でよくあの郵便使えますね。私にもあのたまにお手紙いただきますけれども、ありがたく読ませてもらっています。立憲を支持してるのがあの自治労、日教組、郵便労組、NTT などの通信労組、放送労連、NHK 労働組合などですね。いまだにまああの役人職が強いとこばっかりですね。あの天下りのために総務省が強力に守ってるとこばっかりですね。自治労、日教組に至ってはまんま役人だしね、公務員だしね。郵便通信放送はどれも総務省の管轄なのは、そんだけ民間に染まらないように強力に守られてるってことでしょうかね。これらの他の、自動車労連や電力労連や
電気漏電などは電気代が下がる実利を取ってですね、原発容認の民民を支持しております。支持団体の巨大さの割に民民の支持率が上がらないのはですね、放送論ね、テレビが邪魔してるから、テレビが立憲ばっかり持ち上げるからだなんじゃないかと思っております。自治労日記要素はね、公務員の給料だって民間を参考に基準として上下すんのによ、立憲を支援して日本経済を破壊したいバカどもなんですよ。自分らの給料下げたいっていうバカ者なんですよ。テレビ関係も電話関係もですね、郵便関係もですね、景気悪くなったら自分らの生活も苦しくなるのに、立憲支援して経済破壊したいバカな連中なんですよ。なんで何食ったらそんなにバカになれるのって、いう自分で自分の首を絞めて一生懸命、本当はバカなんだよな。小池晃さんが迷わず選んだのは480円のステーキランチ。写真見ましたけれども、まあ1500円ぐらいだろうな、普通に食ったらな。代々木の共産党本部食堂でこんな豪華なステーキが480円で食えると。日本共産党の本部に電話で、末端党員ですが本部の食堂でステーキ食べたいと問い合わせたところ、末端党員は食堂はおろか図書室も使えないとの回答だったそうです。日本共産党って身内に冷たいんだね。上層部はステーキランチを480円で食べられますと。世論です。赤い貴族、特権階級、上層部の待遇良すぎ、党員から集めた金で食うステーキうめえ、自分に甘く他人に厳しく共産党です。全員が平等なパラダイスみたいな国を作るんじゃなかったのかと。本部食堂は共産党員の職員、つまり専従ってやつですかは利用できるんですけど、党員はダメなんだって。市役所の食堂なんかは誰でも利用できるのに、ひどいんじゃないのこれ。都庁の食堂、そんな安くないけど、誰でも利用できますよね。本部の改修費用として5億円をこじってんのに、そんなんじゃ集まんないよね。見学者は利用できるそうなんですけれども、まあ見学したいって言ったらですね、住所氏名電話番号を書かされて、しつこくしつこく当院にオルフされそうで、恐怖以外に何者でもないですね。まあ共産党が言う平等なんて嘘ってことなんですよね。ソ連だって中国だってベトナムだって共産主義国は全て末端から搾取した金で、幹部が贅沢っていうのは同じなんだから、共産主義は誰がどこでやっても同じようになるんですよ。こういう風になるんですよ。琉球新聞、強風の中新基地反対、シュワブゲート前韓国学生も抗議。はぁって、外国人の政治活動禁止なんだけど。世論です。人少なすぎ、素人の路上ライブより少ねえ。なんで韓国人が抗議してるんですか。地球市民だからじゃね、知らんけど。内政干渉、観光もせずご苦労さん。この前警備員巻き込んだばっかでようやるわ。韓国人が抗議って少しは隠せよと。この韓国人はまあ反米親睦、米軍基地前で座り込んでるんだから反米なんでしょうね。つまり北朝鮮工作員と。学生は座り込みやってんねで勉強しろって本業だっぺ。琉球新報はですね、外国人と一緒に行動するのは自然になりすぎて、こんなのを基地にすることはおかしいこと、支障があることって思いもしなかったんでしょうね。外国人の政治活動禁止だぞって突っ込まれるなんて思いもしなかったんでしょうね。琉球新報にはもう日本人社員は一人もいないかもしれないですね。社員はどうでも記者は一人もいないかもしれないですね。日本人ね、全員中国人韓国人に入れ替わっていくかもしれないですね。今日の単身です。奈良公園で中国人が鹿を蹴ってる動画が拡散。奈良県議が動いて警察に協力を要請。奈良県警警察官が公園内で、鹿は天然記念物です、傷つけると罰せられることがあります。日本語、英語、中国語でアナウンス開始だそうであります。この活動は今だけのやってる感なんですかね。議員に言われてしゃあなしでやってるっていうのも、考えられますけど、継続して続けてもらいたいもんですね。見せしめに何人か逮捕して罰するのはいかがでしょうか。すぐに世界中で拡散して
奈良公園に行ったらば鹿殴ると捕まるで、いうのを拡散すると思うんでね。死者を出した紅麹問題で小林製薬会長を辞任した小林一正元会長、同社の特別顧問という職に就き200万円の月給が支払われることに、で、あの形だけの辞任だと評判になっておりましたけれども、会長の時は年収3億円もらってたようなんですよね。だからあの年収2400万って10分の1以下にダウンしちゃったから、まあ大幅ダウンには違いないかな。まああの同族会社なんてこんなもんでしょ。河野太郎の、河野一族の11人しか株主がいない日本男子、なんかもあの同族会社と言われますけれども、まあ一族の持ち物だわな。真剣ゼミ調査、小学生がなりたい職業1位は YouTuber、アリーナ株式会社調査、小学生の親が子供になってほしくない職業1位も YouTuber でした。理由としては安定しなさそう、成功しないと思うから、将来性がないと。2位は芸能人、不安定、理解できなそう。4位政治家、3位何だったんだろうね。嫌われそう、敵が多そう。それは人によるんじゃないの。嫌われてて敵が多い人はめっちゃ多いし、3位が気になりますねこれね。まああの不安定なのが起きる。親としてはやっぱりあの公務員とか、潰れそうもない大企業とかに勤めてもらいたい、安定を求めるのはまあ親の気持ちでしょうね。日本では約6000万人が、YouTube アカウントを持ってる。でもあのこの YouTube アカウント6000万あっても見てる人が6000万ってことじゃないと思うんですよね。一つのアカウントで家族で見てるって場合もあると思うんで。で、約600万アカウントが1円以上の報酬がある。つまりあのチャンネル登録数1000人以上ってことですか。そのうち約 5%、 600万アカウントの 5% が月収30万以上稼いでるそうであります。で、5% って割合がですね、登録者数10万以上の、アカウントも 5% なんで、まあまあ、登録者数10万以上だと、月収30万円ぐらいもらえて、なんとか食えるっていう、その 5%、目安なんでしょうかね。つまり、YouTube で生活できるのは、6000万分の12イコール0.2%。ということで、まあ親が心配するのは無理ない定率ですね。センスとですね、石にかじりついてもっていう根性あるいは信念がないと続かないみたいですしね。神戸市垂水区区役所で生活保護費の返還を求められた79歳男性がガソリン撒いたろか、区役所員を脅迫し逮捕。生活保護費返還って不正受給でもやらしたんでしょうか。まあ捕まってるうちは生活費の心配ないよ、よかったね。カマラ・ハリス、不法移民は犯罪者ではない、池上彰みたいなことを言い出しましたよ。池上彰もテレビでこれ言って、不法なんだから犯罪だろうと、不法滞在者の時点で犯罪を犯してるでしょって、そうツッコミされてましたけど、不法なんだから犯罪者ですよね。バレればアメリカだって普通に捕まんだしね。やっぱパヨは世界共通でバカなんだなーって、本当に理論っていうか通じねえんだなーってつくづく、思いました。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。登録者数10万でやっと食える感じみたいなんで、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。